小政、村上元蔵の小説、次郎長三国史に清水の小政として登場する山本正五郎はかつて実在した日本の教格である。清水次郎長配下の清水二十八人衆に数えられ、同じく次郎長配下で同姓同名の山本正五郎を名乗る体制と区別して小政と呼ばれる。本名は吉川東吉。天保十二年十二月。 現行のグレゴリオ歴によれば1842年1月、東東海国寺基地群浜松宿新町の魚屋、吉川義蔵の次男、東吉として生まれる。桶屋の長男であるとも言うが、後に判決を申し渡された際の処刑申し渡し分には小政には、家督を継ぐに、湯五郎があることが示されている。今川徳蔵は、天保14年生まれとも言われているといい。 少年は定かではないとしている。笹川林風は、遠州浜松の魚問屋の域で、11歳の時から、次郎町に養われたと書く。浜松百話は、小松が、清水次郎町に初めて会ったのは、開永4年の春で、あるとし、その時の小松は、浜松塾を出て、東海道を西へ行った八丁なわで行商していたと、する。この時小松は、 満九歳になったばかりであり、数え年は十歳であるが、その後、次郎長の身内となり、大いに売り出したとしている。養子になった時の名が、山本正五郎であるとされるが、野田宇太郎はこれを、山本乙五郎であるとする。今川徳造によれば、山本哲真ゆが、次郎長本人に生前取材した、東海遊教伝に、小政の名が、初めて登場するのは、 文久三年十二月、黒駒活動との天竜川での大臣の下りである。高段、老曲の世界では、大勢、駒政と並び称せられるが、史実においては、駒政が清水港に滞在した期間は、極めて短い。笹川によれば、大政が、六尺以上の大男であったのに対し、駒政は成人しても身長が、近々四尺八寸の低身長であったとし、 居合術に熟達し、三尺余りの刀を常に養父。貧昇生間無比と言われたとその特徴を描写する。1865年、東都海国佐野郡掛川塾で、岡戸と,と結婚したが、同地で、障害事件を起こして逃亡している。6年間の逃亡生活を経て、明治維新後の1871年、清水に戻ったが、同年に行われた。 工事に山手出し記号の清水一家の集合写真には映っていない。1873年には、休憩法成立以前の雑犯率突破場上により、逮捕され、同年2月7日、準流刑5年の判決を受けて入国した。この際の処刑申し渡し文に、小政の存在を定義するにあたり、東都海国寺地群浜松宿新町造業吉五郎正五郎氏、 吉川東吉と記してあり、同時点では、小政は山本姓ではないが、政五郎と名乗っており、本名は吉川東吉であることが示されている。1874年5月29日、浜松県寺基地浜松宿高町の浜松監獄で獄中死去した、三32歳没。国領屋こと大谷亀吉の妻が小政の遺体を引き取り、 相当相間道さん大正寺に墓を建てたという。開名は、白波両万神事。今川は死因に関しても諸説あるとし、獄中での病死説と毒殺説があり、死去したのも、同年4月に出所した後に敷地軍東鴨江村に、刀剣将川瀬坊の所有する長屋を借りて住んでいたところ、病死した説と殴り込みにあって殺された説があるという。野田は、小政は国主であり、 去年四十二であると書いている。浜松百話は大正寺の過去帳に去年三十二年六六月と記されていると指摘する。同時には1945年の浜松空襲までは小正の遺品として長脇差しとともに小正が獄中で制作した小寄りの紙入れが残されていたが同時本堂と共に消失した。妻の丘とは小正の没後。 一歳下の大場平太郎と再婚した。次郎長が死去したのは、小松の没後19年後の1893年6月12日、満73歳であった。次郎長の墓は、臨在宗了神寺派梅影禅寺にあるが、ここに、次郎長夫人のお長、大政、増川千右衛門と共に、もう一つの小松の墓もあり、墓姫は、凶覚小松墓である。史実において、 清水28人衆であった時代の小さは、前日の通り、万22歳前後の一時期、その後、岡戸との掛川時代と逃亡期を挟んで、万29歳万31歳の時期に当たる。そもそも、清水28人衆には架空の人物も数えられており、老局史の三代目、神田白山の創作であるとされる。 1938年3月に発売されたリックミネの流行歌、旅姿三人男に大勢森の石松と共に三人男として登場、粋な小政と歌われる。同曲は1962年1月にシングルレコードを発売した石原雄二郎のほか、1971年に放映開始したテレビ映画、清水二郎町の主題歌として、 二郎町を演じた、竹は無我がも、カバー、シングルを発表した。牧野正弘の代表作とされる映画、二郎町三国志、二郎町三国志の二つのシリーズでは、それぞれ水島道太郎、里見光太郎が演じている。それぞれのシリーズでも、小政の登場は、東方版では、浜松の正五郎という役名で、二郎町三国志第八部街道一の暴れん坊、そして、 小政になってからの、二郎朝三国志第九部工人山の二作のみ、東映版では、二郎朝三国志第三部と、二郎朝三国志公衆炉殴り込みの二作のみである。東方版では、森の石松が宮古田村の吉兵衛に騙し討ちに遭い、偶然知り合った、浜松の正五郎に見取られて死に、それが縁で正五郎は、清水一家に加わるという筋である。映画、 次郎町三国史は、村上元蔵の同名の小説を原作にしており、第一章、桶屋の鬼吉に始まり、東海遊郷伝を書いた、天田具案を描く第二十二章、天田子、講談名も、高木富士の山本を創作した三代目、神田白山を描く第二十三章、神田白山で終わる、全二十三章で構成される同作において、小政を描く、清水の小政は、 第十八章にあたる。酒飲みねえ、寿司食いねえ、江戸っ子だってね、神田の生まれよで知られる二代目、広沢虎像の老曲石松三十国仙道中の原型は、三代目、神田白山の創作である。江戸っ子が石松に対し、清水一家で一番強いのは、大勢、小政、大瀬半五郎、松川仙江門、法印大五郎、大岩家三五郎、と挙げていく中で、 小政はまず冒頭に大政と大になって登場する。16人挙げたところで、王瀬の次に、石松を失念していたことを忘れていたことを思い出す、という数字である。この下りのあった時期は、設定では、文久2年の3月半ば、つまり、グレゴリオ歴では1862年4月13日前後に、当たり、小政は、万20歳。 次郎町一家に在籍したかどうかは定かではない時期である。牧野正広の甥いにあたる俳優の津川正彦が牧野正彦の名で監督した次郎町三国史では同じ村上元造の同名小説を原作にしながら追い分けの三五郎と小政を複合して追い分けの正五郎というキャラクターに改変北村一騎を廃して建物の美青年であるとした浅田次郎の小説 天ね切り松山綿里シリーズでは、第2巻残響において、大正11年の東京に現れた老教格として登場する。主人公一家に一宿一般の義理を果たして、鳥越神社の神前で荒ごとに及ぶが、その蘇生は最後までつまびらかでない。小正が登場する主な劇場用映画、テレビ映画の一覧である。公開日の右側には、小正の景色で、 コマサを演じた俳優名とともに、大勢、二郎長を演じた俳優も記した。東京国立近代美術館、フィルムセンター、デジタルミーム等での所蔵状況も記した。ありがとうございます。